えー、こんにちは。村上ファンドは儲けて何が悪いって言ったのかなと思いますけども多分ね私の中で印象深いのは村上ファンドが村上さんがね M&A コンサルティングっていういわゆる村上ファンドを設立した時にどのぐらい儲かったんですかって言ったらむちゃくちゃ儲かった4,000億円ぐらい儲かったよっていうふうな回答をしたのがものすごくインパクトを呼んでねあのー、ああいうのはいかがなものかということで、えー、のー世論が巻き起こったような気がします。 え当時ライブドアっていう堀江匠さんの会社もえ時価総額で9500億円もうすぐ1兆だみたいなところで世界一の会社が7兆円当時ね7兆円だったんでもうすぐ手が届くんじゃないかなみたいなことを言われてさらにね勢いを増してるところでしたただ次々とこういったビジネスで儲かる会社ってのはまあ浮き目を見たわけですよね、まあ、いわゆるこういう人たちに稼がれて権力を持たれたら困るということなんですよね類まなる才能ってのは時に 反感を買うわ,わけですよ。特に既得権者、うん。過去の能力者によってです。過去の能力者は自分の地位を守るがゆえに、新しい力を地位私欲のために潰していくってことがよく起きます。結果、自分モルトも土台を揺るがすことになるんですよね。返す返す残念なのは、村上ファンドの村上さんとかね、それから、ライブドアっていう会社が、今でもあったら間違いなく日本を代表するような投資会社、そして、 楽天以上のインターネット総合事業になっていると思いますね。そこに宇宙開発も当然乗ってくると思うんですよ。で、村上ファンドの村上さんの賢いところは、あの人元官僚なんですよね。で、いろんなルールを作る側にもいたわけなんですよ。で、そのルールは何で作ったかというと、将来自分が事業する時のためのルールをきちんと整えておいて、で、自分が絶対勝てるルールになったから、 起業ししたらしいんですよね村上さんを昔から知る人っていうのはいつもそうだって言ってましたカードゲームをする時でも身内で何かねゲームをする時でもなんかその熱の入れようは異常でまずは取り仕きってルールを作って何度も確認した上でそれで勝つらしいんですよそのルールの設定っていうのは自分に有利なようにいつも作っていたらしいです例えば一番最初にサイコロ振るのは誰とか先攻後攻どっちとかね、えー、誰が どのぐらい、えー、まあ、ルールに対して権限を持つのか。あと、複雑なルールを提示して、他の人には理解ができないようにしてもしたと聞いてます。で、複雑なルールになってくると、最初っからそのルールを理解しようとも思わないような人が大半だってことも、どっかで聞きましたね。つまりは、世の中の税制とかお金の仕組みなんですよ。お金の勉強、難しい、めんどくさい。だから勉強しない。勉強しなければ、ずっと不利なルールを押し付けられて、お金に巡り合うことはないわけですよね。で、 お金のルールを吟味してお金のことにスキルを積み上げて得意になった人っていうのは稼げちゃうんですよでそれをルールを知らない人はずるい知ってる人ばっかり情報をどっかで隠蔽してるんだっていうふうになりますけども今お金を稼ぐ方法って公開されてる情報ばかりですで特別難しいルールを使わなくても月収100万200万はこれはきちんとお金のことを知ってれば誰でも行く話ですよねうん あ税制とかその他民法とか商法を全く理解しないそんな難しいこといかなくても商品の作り方集客の仕方販売の仕方このたった3つを知ってるだけでお金はバカバカ稼げるわけですよ単純に客数かける単価ですからねだから文句を言うんだったらあなたはいくらの商品持ってるんですかっていうふうに聞いてみたいです商品持ってなければそんな売り上げが立つわけないじゃないですかって話なんですよ商商品品を持っていていもその商品が 時代やマーケットにマッチしてないもんだったり、マッチはしてるんだけども価格がミスマッチしてるものだったり安すぎてもいけないし高すぎてもいけないそして何よりも販売者が嫌われていたりね説得力に欠けていたり具体性がなければ要するに伝える力がなければどんな素晴らしい商品もお蔵入りになったままだってことなんですよで結局私たちは人間の生き方そのものが、まあ、お金として評価される部分もこれ否めないんですよね 素晴らしい人間性なのにお金が稼げない。こういうことってもしかしたらあるかもしれませんけども、素晴らしい人間性というのなら、その人間性を正確に人に伝えて分かってもらえるようなコミュニケーション能力も人間性の中に入ってると思うんですよ。だって誤解されっぱなしの人生って、じゃあ本当に素晴らしい人なんですかってことなんですよ。ね。例えば、表情が怖い。無表情。いつも睨んでる。どんなに素晴らしい人でも、そんな表情の人にね、 明るく声をかける人ってめったにいないですよ。やっぱり笑顔で明るく柔らかく物腰豊かに過ごしている方に服は寄ってくる、人は寄ってくる、お金は寄ってくるんじゃないかなと思います。つまりぶっちょう面じゃダメですよってことなんですよ。人間は基本的に笑顔が好きなんですよね。花開くような笑顔に人は寄せられていきます。もうなんか眉間にしわ寄せて、ね、むっつりしていて斜めから見る人に行きたいですか なんかぶん投げられそうで嫌ですよね。ですのでもうすでにね、表情や立ち振る舞いから勝負は決まってるんですよ。お金の勉強という言葉でまとめると分かりにくいかもしれませんけども、つまりはですね、第一印象がいいっていうのはお金の勉強の一部ですよ、すでに。身だしなみとか、匂いとかね、爽やかさとか、それから背景もそうですよね。あんまりいい背景じゃないかもしれませんけども、うん、どういう風に見せるかってことも大事な伝える力になってきます。まあ、そういうのがすべてね、 村上ファンドの村上さんっていうのはいい意味でも悪い意味でもすごく尖っていたんでしょうね儲かったのは確かだと思いますけども儲かった後のやっぱり、ね、見せ方がちょっとねあの恨まれるような形世間から批判を受けるような形マスコミで切り取れられられすぎような形だったんで、えー、ちょっとね、えー、問題が起きたということなんじゃないかなと思いますまあ堀江貴文さんも、うん、やっぱりね尖りまくっていてそこに喝采したのも事実なんですけどもでもそれを喝采を 呼んだのは私たち平民平民からすごい人が出たということでまるで自分,自分の、ね、力のように堀江さんを応援しましたけどももともと権力を独占した人から見るとあまりにも賢くてずるいことをどん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 見破ってくる人っていうのは目の上のこぶでしかなかったんでしょうね、うん、まあそういうところでいろんな下克上があったのかなと思います今こうやって振り返ってみると私にも何かできただどっちにしてもね私の懐の大きさではなかったかなと 私はこうやってね社会と離れ隠居して自分の思う通りに家族と過ごすそれが私の身の丈かなと思いますしそこからですね少しずつ周りに近づいてきてくださる気の合う方と深く付き合っていくっていうことかなと思いますよねうんまああの考え方ぐち,ゃぐちゃぐちゃよく変わるんですけどもうんまあでもねお金の勉強はやっていかないとお金に詳しくならないとお金を扱えるようにはならないかなというところでございますね じゃあ私なりの村上ファンド話からの、うん、ライブドアにしましょうか今回はね「ライブドア」というタイトルで締めさせていただきます。いってらっしゃい